白いがここにある。いざ大衆演劇新時代。本日もお忙しい中にもかかりませず、お暑い中、また足元の悪い中、ご来場いただきまして、どうさんもおでいありがとうございます。去年の4月お世話になりまして、また今年も7月に帰ってくることができたのも、これも一人にお客様のおかげでございます。今月も熱い舞台をお客様にお見せできるように一生懸命頑張ってまいりますんで、千秋楽までお付き合いいただきますよう、どうさんもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。またありがたいことに、久しぶりにこうやって、木馬館の劇場に、長谷川劇団として帰ってくることができて本当にありがたい限りでございます。今月一つ期間、イベントごともたくさんあったり、お芝居の方もいろんなものを取り揃えて1ヶ月間お送りをさせていただきますので、千秋楽の当日までご来場していただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。本日のご来場は誠にありがとうございます。今若田賞も言ったの通りでございます。本日はですね、一生懸命頑張りまして、また、千秋楽までみんなで力を合わせて一生懸命頑張りたいと思いますので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日のご来場ご来館誠にありがとうございます。京志陽と申します。去年と同様は今年も乗せていただいて本当に嬉しい限りです。去年よりもたくさんいいものを見せられるように、お客様に可愛がっていただけるように頑張ってまいりますので、また今年の方でどうした。カトルセンコ、すいません、ねえ、緊張やろ。緊張してんの？緊張やろ。緊張してんの？ちょっとお芝居泣き疲れたの？はい、ちょっと大丈夫？大丈夫、はい、お願いします。はい、まだまだこんなことであれ疲れてたんじゃいけないので今始まったばっかり、まだ本当ですよ、まだ一歩も踏み出してない。はい、お願いします。すいません、うちの次女でね、19歳になったばっかりなんですよ。はい、はい、去年よりも頑張ります。はい、そういうことでございます、はい、今年も頑張りますので、どうかよろしくお願いします。では、うちの長男シューポッポ、ご挨拶でございます。ポッポじゃない、ポッポじゃない、はい、はい、長谷川シューと申します。本日のご来場誠にありがとうございます。今月の5日にですね、初お祭りでございます。今月の初のお祭り、シュー祭り、今年こそは真面目にという題名でお送りしていきます。お前も大丈夫か舞台揃ってお願いしますよ。本当に真面目にしますので、どうか5日のご来場、心よりお待ちしております。お願いいたします。はい、5日はね、シュウ君がお祭りということで、名前もね、崎陽軒シュウマイという名前に変わります。違う、それシュウマイや食べ物じゃないから、長谷川シュウのまんまでお送りいたします。はい、はい、お願いいたします。いざ大衆演劇新時代。で、また今月もね、ゲストさんがいろいろ来てくれるようになっておりますんでね、はい、ね、はい、そうですね、6日が、秀夫ちゃん、そして7日が鹿島のおいとしさん、はい、ね、はい、で、5日がしゅうくんのお祭り、10日がしおんの初めての祭りですね。あ、しおんちゃんのお祭りですね、はい、はい、もうね、なんか楽しさいっぱいでございますね、今月ね。またあの、ビフォーさんとの合同公演もございますしね、はい、ね、はい、もう盛りだくさんでね、今月も一生懸命暑い中頑張っていきたいと思っておりますね。お客さんもね、くれぐれも体調を壊さないようにね、暑いですからね、来るだけでもね、はい、水分補給を取りながらね、家帰ってね、風邪ひいたり、ね、寝込んだりしたら誰が困る、役者が一番困るんですから、ね、お願いします、体壊さないようにね、はい、役者は体壊さないんで、ちょっと頭おかしな人ばっかりなんでね、普通の人間はしないんですからね、まあ、確かにね、ちょっと変わってますね。ちょっと変わってます。はい。だいぶ変わってます。いや、そんなことない。ものすごく変わってます。変わってないですよ。ね、変わってないね。はい。はい、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 って言ってたらなんか可愛く見えるからいいね。そうですか？ね、昨日もね、買い物してね、お父さんとお母さんに父の日、母の日とね、プレゼント買ってきてくれましたね。そんな大したもんじゃない。本当は大したもんじゃなかったんですね。よかったです。舞台、舞い扇買ってくれたんでね。はい。ね、もうね、わからないんですよ、はあ、何が欲しいか。現金です
バイクないな。で、ね、やっぱりあの前泳ぎとかね、舞台で使うものがね、嬉しいですよね。はい、はい、ありがとうございました。とんでもないです、ね、頑張れよ。お前も頑張れよ。お前も頑張れ。はい、ありがとうございます。はい、来週最後まで楽しんで、本日のご来場ご来館誠にありがとうございました。いざ大衆演劇新時代。ありがとうございます。いらっしゃいませ。改めまして、長谷川劇団、今月初日を迎えました。本日お昼の部からたくさんのお客様方、もう雨の降るお天気の悪い中にもかかわりませず、めげずに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日からの雨ですごくメンバー一同不安になっておりました。このお天気の中、どれぐらいお客様が来てくれるかな。でも初日だから、きっと長谷川劇団を好きなお客様は絶対に雨にも負けず来てくれるだろうなと思っていましたが、本当に皆様のお顔を見れて、ありがたい限りでございます。もう幸せな思いでこの幕を開けさせていただきました。長谷川劇団、また去年の木馬公演とは少し体制が変わっておりますけれども、何事も皆さんに喜んでいただきたい、それ一心でこの1ヶ月も奮闘公演で皆さんに笑顔を、そして元気をお届けしたいと思っております。ちょっとジメジメした空気ですごく、ちょっと嫌な時期ではあるんですけど、見に来ていただきましたら、もうそんなことも何のそのという気分になっていただけるように、長谷川劇団頑張ります。ぜひ皆さんも頑張って1ヶ月応援してくださいますように、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。雨が降って残念だなと思っておりましたが、物は考えようでございます。雨降って地固まるということがありますから、長谷川劇団2回目の公演で、そして関東でも少しずつお客様に長谷川劇団という、存在が定着しつつあるのではないかなと思っております。4月の篠原演芸場から始まりました関東公演、4ヶ月だねって言ってたら、もうあっという間の4ヶ月目。そして来月が最後の関東公演でございます。まあでもね、今回終わりましたら、また何ヶ月か、どこかで頑張ったらまた戻ってきますんで、1年の間に半年ぐらい関東に帰ってきたいなと、そういうふうに思っておりますので、ありがとうございます。まあ、その中でも木馬館は必ず毎回帰ってきたいと思っておりますが、でもね、なんか今あれじゃないですか、本当にいろんな劇団さんが趣向を凝らしていろんなことをこう挑戦して頑張っているので、本当になんか一昔前の大衆演劇という枠では収まらないようなことも皆さん頑張ってやってらっしゃる。そういうの見ながらね、すごいな、よくこんなこと思いつくなとかってね、思いながらなんか SNS 見たりするんです。でもまあそれぞれのやっぱり役者さんの個性っていうか、カラーっていうのは大事だと思うので、長谷川劇団は長谷川の良さといいますか、カラーをこれからも大事にしていきたいなと思っております。なんか私も総座長になって初めてこの木馬館の玄関に看板がかかった時はとても嬉しかったんです。私は座長になってからしか看板がかからなかったのに、まだ若ってついてる2人がね、来たらなんか玄関にドーンって看板が、私と座長に並んどるやないかいとか思いながらね、あれは多分ね、きっとカズマさんが裏で手配したんだと思いますねえ、もうそうなんですよ。もう来てからね、エア看板出していいですかとかって言ってね、今回また新しくなったんですよ、エア看板ね。もう作座の時からプレゼントしてもらって飾りたかったんでしょうね。私は言ったんです、あのでかいのは飾れないよって、だから倉庫に入れなさいって言ったんです。でもワンチャンいけんじゃねみたいな感じで置いたんですよ玄関に。そしたら棟梁がすいません、あれでかすぎて置けないで、倉庫持っていけってね、もう収めましたけど、なんかね、もうすごい主張が激しいんです、うちの若座長たちねでも今回も篠原さんの声によりましてですね、関東でのお披露目公演ができるということで、うちの若座長たち、頑張っております。
たまに声が聞こえるんです。カズマくんはなぜ土日に2日間もやるのに、未来さんは平日金曜日の1回しかやらないんだ、平日1日しかやらないんだ。これはもう全て大人の事情でございます。全然変な意味はないんですけど、その 2.5 次元のね、さっき言ってた方たちのなんかスケジュールとかで、未来ちゃんはちょっと千秋楽前なのでということで、まあ、いろんな兼ね合いがあるんですけれども、やりたいこと言い出したらキリがないのでね、もう一馬さんが2日間ですから、未来ちゃんも2日させてやり、いや本当はですよ、本当は一馬さんね、ここだけの話ですよ、聞こえないから言いますけど、1日だけでいいんですよ、私がやりたい。なんかいろいろ木馬館に来てどんなお芝居しようかなとか考えてたんですよ。あ、こういうのがいいんじゃないか、今までやってないからとか、こういうのがいいんじゃないかってね、やって自分が決めたんですけど、はっと我に返って気がついたら、初日の、お昼のお芝居、私が主役じゃないというね、まさかの事態でございました。これはびっくり。今日初めて見たお客さん、まさか私が座長とは思わなかったでしょう。途中で死んじゃうみたいなね、こんな劇団めったにないと思います。一応私も降りてません、総座長でございます。総座長でございますが、途中で出番が終わってしまいました。なので今日はトップステージから頑張らせていただきました。夜は主役をしたいと思います。でも明日の日曜日、主役じゃないです。まあみんな一人一人が、いろんなこう個性を出せるような、そんな1ヶ月にしていきたいと思っております。ぜひ、メンバー一人一人に至りますまで応援していただきますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。いざ大衆演劇新時代。皆様こんにちは、長谷川劇団です。本日浅草木馬館初日を迎えました。未来一馬も、若座長になって帰ってまいりました。はい、一言ずつどうぞ。はい、若座長になって帰ってきました、若座長の長谷川一馬です。外も暑いですけど、外の暑さに負けないぐらい、暑い舞台をお届けできるように一生懸命頑張りますので、ご来場お願いします。かっこいい。今日未来です。若座長になってこの木馬館に帰ってまいりました。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いいたします。ご来場待ってます。あと今日はです、今日はじゃないや、今月はですね、ちょっと何日かは抜ける時があるんですけど、1ヶ月のマンスリーゲストとして妹さんが来てくれております。どうぞ。よろしくお願いします。藤野かなでございます。今月はね、かなちゃんオリジナルのお芝居とかお客様にもリクエストいただいているので、長谷川劇団ならではのお芝居を、てんこ盛りで見ていただきたいと思います。襲名お披露目公演も控えておりますけれども、何もイベントもなくゲストがない時も皆さんに楽しんでいただけるように一生懸命頑張りますんで、ぜひお天気に負けず来ていただきたいと思います。はい、ちょっと一言喋ったらどうせなんで、せっかくなんで、はい、名前言って。大丈夫です、これからも一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、おいですキアルです。これからも一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、子役ちゃんも頑張っておりますので、ぜひ、今月浅草木馬館、何日まで、30日の夜の部までの奮闘公演でございます。休みなく、1ヶ月突っ走ってまいりますので、ぜひみんな来てください。週間いいですか。よパーはい、みんなで待ってまーす。お願いします。よろしくお願いします。燃えたじゃん。うわー、みんなで燃えますか、燃えますか、せーの、うわー。